皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは悔しい気持ちがあなたを成長させると、そういうものです。テストやなんかが返されて、その結果が自分が思っていたより悪くて悔しいね、こういう思いをしたことありませんか？この悔しいって気持ちはなぜ出てきたんでしょうか、ね、どこから出てきたんでしょうか。この悔しいというのはマイナスの感情なんですけれど、この気持ちってきっとあなたが頑張ったのに、ね、テストの結果良くなかった、頑張ったのにという、そこですね、そこから出てきた、頑張ったから出てきたんじゃないでしょうか。ですから悔しい、それはあなたが頑張った証拠、それでもあるんですよね。だったらこの悔しさを自分の成長、これにつなげてみませんかと。今回の悔しさを生んだ出来事、これを見返して分析して、今やるべきこと、これを見つけてそれをやっていく、このことによって悔しさから自分の成長、ね、これにつなげることができますよね。皆さん、ね、この悔しいという気持ちを自分の成長につなげてみましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。